最近、うん、捨ててよかったと思うものは何ですか？最近捨ててよかった、ものじゃなくてもいい、はい、なんかあの面倒くさいと思う心、うん、なんかうちの一緒に住んでるお母さんが面倒くさいっていうふうに思うことは良くないっておっしゃって、それはなんていうのかな、一般の意味じゃないと思うんですけど、でそれを聞いてからいっぱいあるんですけど、こうわあこれ面倒くさいなと思うことあるんだけど、こうぐっとあ面倒くさくないと言って、一回口に出して言って面倒くさくないって思うとやれる。なんか意外と普通にこう、例えばもう洗い物をして洗いかごに置いといて拭いてしまっちゃえばいいんだけども、その一手間ちょっと面倒くさいなと思って、もういいかな、だって自然乾燥するしって思うんだけど、そこであ今面倒くさいって思ったなって思って面倒くさくない拭こうっていう感じにすると、なんかちょっと感じが変わる、うん、だからちょっとその面倒くさいと思うことを捨てる努力をしているっていう感じ。でもなんか娘も例えば今日髪の毛洗うの面倒くさいって例えば言ったとして、うん、あなんか面倒くさいって言わない方がいいってあの一緒に住んでるね、うん、あの言ってたよって言うと、じゃあなんて言えばいいのこの気持ちをって言ってました。それはあるもんね、面倒くさいって気持ちはあるんだもんねと思って、だからそれをなんて言えばいいのって、なるほどねって二人で言いながら、やるってことかなって言いながら、その感情はあるんだもんねって言いながらやってましたね。そう、面倒くさくないと言ってはいるものの、面倒くさいと多分思う気持ちはある。でもそれを一歩進めるっていうか、大人としては面倒くさくないと口に出してやってみる、うん、かな。それが最近捨てようと努力していることです、はい、うん。